こんにちは。お問い合わせありがとうございます。今回はあの、ジャスミン。ジャスミーというね。ジャスミーなんですけどもね。ジャスミンって言われることが多いんですけども、こういった暗号通貨について私の考えをお話していこうかと思います。まあ、まず、このジャスミーの特徴的な、あ、まあ、暗号通貨なんですけども、これね、まあ多分ですけども、初めてなんじゃないですかね。日本国内の方が自立して、 運営されてるっていうのは、これ2016年に、このデータの民主化ってものをね、訴えかけて、IoT 時代に合わせたあ、そういったブロックチェーン暗号通貨として登場したんですよね。で、えー、上場はもう数円に済んでいて、うんと、確かね、400円ぐらいになったんじゃないですかね。結構ね、上場した時、あ、250円ぐらいですね。上場してすぐに250円ぐらいになって、まあ、あの、一定の利益を上げた方がいたと思うんですよ。うん まあ、一旦落ちたんでね、スタートの時が200円ぐらいで、確かね、ちょっと待ってくださいね。131円でスタートして、一気に400円ぐらい上がったんですよね。そっから徐々に売りが始まって、240円ぐらいで安定したかなと思ったんですけども、現在は20円から30円の間、うろうろしてるって感じで、多分ね、ジャスミンはね、リリースしてから今一番の底値なんですよ。で、 えー、先日、ビットポイントジャパンで日本の上場もされたということ、取引もできるようになったということでね。まあ、なぜか日本でスタートしたんですけども、まあ、日本の取引所が扱ったのが最近だったんじゃないですかね。で、私ね、ジャスミーってね、マークしたんですけども、実はね、購入したのがつい最近なんですよ。先週ですね。先週、ビットポイントジャパンでジャスミンを1万円ぐらいです、今日もね、買ったんですよね。こういうふうに私はもうちょっと、 大口で買うことはないんですけども、ちょろっちょろっと買うことはあるんですよ。えー、ジャスミンね。確かにそうだな。ジャスミンはね、コインチェックでも上場してないですね。えー、で、こちらの方は、ビットフライヤーでも上場してないですね。まあでも、ビットポイントジャパンで上場して、えー、ビットポイントジャパンにまあ口座を 作って買ってて買みるのはいいいんじゃないですか下の方にちょっと動画概要欄に、えー、ビットポイントジャパンのお URL つけときますのでそこからログインしていただきたいと思いますけどもあれじゃないですかどういうふうに期待が持てるかっていうとこっからね、まあ、5年とか10年ぐらいじゃないですかねあの顕、ー、著に値段が上がるのは、まあ、だから私の場合は少額買っといて これがね、20倍ぐらいにはなるんではないかなと。一時期400円付けてましたんでね。で、今、30円弱とか、20円、20円から30円の間なんで、15倍から20倍になることを見込んで、例えば今、1万円買うとするじゃないですか。それがまあ、20万ぐらいになるかなってところですよね。ただ、大振りはしないですね。大振りは。この、ジャスミンっていうのは、あの、対抗馬はあるんですよ。結構。ジャスミンね。で、ジャスミンちょっとご待ってくださいね。 ジャスミちなみにえーっとジャスミーコインはあ現在ねランキングが106位ですねだから結構県外なんですようん県外なんですけども450円ぐらいまで一時期いってましたからねだからあのリップルと似たような値動き と一時期考えてたことがあったんですけどもまあいろんな見方があるんでそれは私がそう思ったことがあるっていうだけでねえー、まあ100位ランキングに100位以外に入ってるっていうことはだから100位以内に入ってるってことはね100位以内にジャスミンと似たようなコインがあるんですよちょっとそこまでは対抗馬までは私分かんないんですけども、うん、ただ今の時点で100位に入ってないってことはね、うん、当然 消し飛ぶ可能性もあるんですよ例えば値段がね50円以上に上がらないみたいなことも考えられるんですよねで一時期は確かに、えーまあ、300円とか400円とか450円いってたんですけどもそこまでいかないかもしれないですねもうね売りが済んじゃってだから少額まあマックスで買っといても10万円ぐらいだと思いますねあのそんなに大化けするようなもんではないというふうに私は考えています ビットボイントジャパンに入ってきて取引がしやすくなったんですけども、まあ、それでもねジャスミン買うよりもカルダノとかねその他のものの方がちょっとうん人気があるんじゃないかなと思いますね、うん。国内初のブロックチェーンを活用した本格的なってなってますけども日本国内で暗号通貨がそれほど強いものができるとも思えないですからね。 まあそんなとこですかね。あの、可能性ないわけじゃないんですけども、ライバルもいますんで、うん、大口で購入することはないかなと思いますね。そこまでのもんではないと思います。まあですんで、ちょびっと買っといて、そうですね、話半分で、5年先に10倍になるぐらいの気持ちで考えておけばいいんじゃないですかね。うん、その、ジャスミンの暗号通貨の内容自体そんなにね、 輝かしい魅力があるもんではないかなと思います。もちろん、これは、あのー、まあ、ジャスミンっていうのにね、対抗馬があるからなんですよ。その対抗馬について、どれが対抗馬なのか、ちょっとすぐにはわかんないんですけどもね。特徴はね、あの、やっぱりあれですよ。ソニーの社長が始めたってことでしょ、これ。だただそれだけなんですよ。ソニーの社長が、元社長がね。うーん ジャスミットのやっったよってことで話題ね。それで多くの方がえ買ったんですけどもうんまあなんかそうですね上場後に売り抜けて利益を得た人がだいぶいましたんでだから今29円ぐらいになってると思うんですけども、うん、こっからじゃあ400円台になるかって言ったら非常に厳しいんじゃないですかね。 ただ、10倍ぐらいになったり、20倍ぐらいになったりするのは、ない話じゃないんで、うん。まあ、ないですね。まあ、いろいろ話しましたけども、やっぱり大振りはしない方がいいと思いますね。うん。だただ、日本で生まれた暗号通貨ということで、応援する意味でね、1万円から10万円ぐらいトライしてみるのはいいんじゃないかなと思います。まあ、まずは、ビットポイントジャパンに口座を作って、 多分今講座作ったら3000円分ぐらいなんかもらえると思うんですよ。コミッションがね。確かキャンペーンやってなかったですかね。で、そのキャンペーンもらった数千円で1000円とか3000円で買ってみるといいんじゃないですかね。はい。ということでね、大きく期待はできないけども、もうすでに450円の値段をつけた実績があるんで、まあ半分ぐらいでね、200円ぐらいになることは、 考えてもいいいんじゃないですかだから今から10倍ぐらいになることは考えてもいいんじゃないですかね。うん、まあでも5年ぐらい先ですよこれは、うん。その間に消えるかもしれないせんしね。まあ,あの買うなら遅いってことですよも今は。<laughs> 今は買うなら遅いですもんね。うん、そうですねでもまあ気にかけるのは分かりますこれお友達の考えで、うん。やっぱり身近っていう感じはしますよ。 ただ暗号通貨の世界はね相対的にどれがいいかってことなんで少額で買えて大きな利益を狙うんだったらやっぱりカルダノとかになってくると思うんですよ、うん、まあビットコインもね今から買って大振りできないですしイーサリウムについてももう上がって今50万ぐらいでしょ今から買っても、まあ、マックス100万ぐらいだと思いますからね2倍になるぐらいですからね だからジャスミンみたいな圏外100位以下を圏外って私は考えてますけども圏外のコインで小さく期待するってことでいいんじゃないですかね、まあ、今の時点でね100位に入ってないってことは多分もう100位に入ってこないようなリスクも考えられるんで、うん、そうですね私はまあ大口で買うことはないかなと思いますね、えー、先週1万円ぐらい買ったぐらいでそのぐらいでちょうどいいかなと思ってます はいえー、以上ね明確な参考になるようなこれだみたいなのねお伝えできませんでしたけどもそのぐらいそんなに、うん、日本人だけじゃないですかこれ注目してるのは日本から生まれたあの暗号通貨ということで、ね、ソニーっていうことであでも世界的には、うん、これをたくさん購入しようっていうふうにはならないと思いますねそれがま,あまとめですかねはい、えー、じゃあ以上ですね、えー、ジャスミ応援する方にとっては うん、あまりいいな私のね見解にはならなかったと思いますけども何かの参考になれば幸いでございます。はい、じゃあ失礼しますますた連絡ください